ありました。上がりました。atr 系統活仏業開発士の辰巳です。今日進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。では、早速あのセッションを始めていきたいと思います。あの、今日のセッションはですね。k ギャッププラス特別セッションとしましてお送りいたします。えっと k ギャップについてのあの説明は後ほどあの行いますので、えー、早速セッションの中身に入っていきたいと思います。あのタイトルにありますように。京都府が。 進めておりますアートテクノロジービレッジ京都を意識しまして。 アートということでイギリスの最高峰のデザイン大学でありますロイヤル・カレッジ・オブ・アーツのインキュベーション部門からダイレクターとスタートアップを招いてであと京都の,あの京都芸術大学教授であられます大野木先生もお招きしましてアートとテクノロジーの融合ということで発表とパネルディスカッションをしていきたいと思います。 いますので、えー、どうぞ2時間ゆっくりととリラックスししてお楽しみいいただければと思います、えー、では早速なんですけれども、えー、京都府産業創造リーディングゾーンの一つでありますアートテクノロジービレッジ京都についてのご紹介をしていただきたいと思います。でそれを受けて、えー、あのこのきょあとアートテクノロジービレッジをどのようにしていったらいいのかっていうような話に移っていきたいと思います。 えでは、あの今日は京都芸術大学、大野木宏人先生に、えー、まずはあの、えー、ビレッジの紹介を、えー、していた,いただきたいと思いますので、大野木先生、どうぞ壇上にお上がりください。えー、ご紹介を受けました、大野木でございます。えー、本来、 あのこのまずなりゆきいいますか、この状況までに来たいきさつはあの、私みたいなものが僭越でいいのかなという気がしますが、あのもう、えー、5年ほど前になりますあの、山下副知事からですね、ちょっと誘われまして、えー、マクセルの潜在会長、 に会うことになりましたでこれからのマクセルの会社自身がですね前にある広大な土地を生かして一つの企業としてしっかりしたイメージアップを使いたいそしてそこにおられるあの多くのですね従業員の方々の 意識の向上というものこういうものをどのようにして測ればいいかということをですね、えー、まあ一つの相談として出てきましたで我々の大学はあの決してあの芸術系大学ですがあの学生たちの教育だけじゃなくて、まあ、いろんな社会連携的な動きをですね教員たちと一緒にやってる大学なので まあ今回もですねそのお話を受けて、えー、うちの椿昇教授とかですね、えー、若手の教員および学生たちとですねじゃあその土地、えー、をですねどのようにして次の時代につなぐかという、えー、そういう、えー、計画に、えー、入りました。えーまあ、我々としてみればですねい、えー、いろいろ あのアイデアはあったみたいなんですが、えー、特に新幹線が、まあ、間近にあるとこですので大きな作品アートの作品なんかを並べてですねでそこで、えー、目立ったことをやるとかですねまあいろんなアイデアは出たんですが、えー、うちの大学はあのただアートのなんか教育をやってる大学ではなくて。 やはり次の時代にアートがどういう役立ちをするのかということをいつも考える大学だとしてですねやはり提案する内容もですね、えー、テーマパーク的なものではなくてやはり次の時代に沿ってだんだんこの、えーまあ、施設がですねあ、えー、ってよかったとな。長い時間の中で本当に ああこれがあってよかったねというようなことをどのようにして作り上げたらいいだろうという、まあ、そのテーマ性に沿ってですね、えー、考えていったという気がします。であの、まあ、その中でですねやはりあの次の時代20世紀がですね、まあ、大,大量生産型、えー、物質文明的なですね 動きの中に次の時代はそうじゃないんじゃないもっと人一人一人のですねやっぱり心を豊かにするようなそして社会がですね非常に生きや,生きやすいそういうものにですねテクノロジーのこれからの在り方をしっかりと作り上げられるような施設をどうしたらいいかというところがですね一つの我々の目標値としてやってきました。 であのまあ、その中ではですね、えー、一流のアーティストたちによって、えー、環境をどうしたいかまたそこにはですね集うためのしっかりした食の、えー、文化をですねどのようにして取り入れてで、えー、集まった人たちがいかにですね、えー、モチベーション高くこれからの社会で活躍できるようにするかとかですね そのやっぱり仕掛けをどうするかというのが一番大きな問題だったという気がします。まあその間えここ三年ぐらいをかけてですね、山下副知事がですね、まあ旗を振られて、いろんなえ志のあるあの企業さんたち、それから団体、そういう人たちとですね、ヒアリングをずっと繰り返しました。 えー、いろんなその中ではですね意見もありましたしそしてそれをまとめるという難しいですね作業もされてきました。でようやくですねもう来月それがですねまずオープンを迎えるというところまで来たという気がします。まあ、こういうい今の世の世中がど、ね、どんどんこう、まあ、テクノロジーも 新たなテクノロジーとしてです、ね、進んでまいりましたがやはり今大事なのは先ほども言いましたように人間として一人一人がですねやっぱり生きやすいそしてい人間としてですねこの世に生まれてあこの人間としていてよかったというそういう思いを持てる人生をですねいかにテクノロジーを使って でその幸せ感を持たすかという非常に大きなですね名、えー、題を今抱えているという気がします。で幸いかな私はやっぱり京都でそれが行われることが非常にラッキーだったという気がします。で京都というのはですねまあ今まで多くの一流のアーティストもデザイナーも、えー、こっそりとでも 京都を学びに来た場所なんです、ね、え京都にはですね、えー、昔から、えー、公家文化とかですね遊足文化またあの茶道文化みたいなものがちゃんと根付いてですね、まあ、そういう文化の中で、えー、多くのです、ね、人たちをまっとうなというか正しい道をです、ねえー、見つけそして導いてきたような気もしますが。 私はやっぱりその、えー、文化性はですねむしろこの自然の中で、えー、しかも一般の、まあ、都人といいますかこの市民がですね日々普通に暮らしてる中にですね非常に次の時代のヒントがいっぱい隠されているそういう町だという気がします。まあ、そういうい面ででこのの京都の中にですね、 ATV ができるということはとてもやはり意味のあることだしこれからそこでですねいろんなものを学びながら新たなですねコミュニティとして次の時代の価値観をつくっていけたらいいなというふうに思います。まあ、今回はです、ね、イノベーション RCA も来られれてて、ね、参加されて よりです、ね、我々大学の産官学連携みたいなものとです、ね、そこに私もまた学びのことがあるだろうと思っているんですが楽しみにしてです、ねまあ、この機会をです、ね、次の時代のための一つの出発だというふうに捉えてこの ATV がますますこれからです、ね、いい形で社会貢献できるように 我々も何とか役立てたいなとまたお役に立つように頑張りたいと思っていますまあそういうことで皆さんとともにこれからの atv を何とか支えたいと思いますご清聴ありがとうございました大野木先生ありがとうございました a at v があのどのような思いを持って作られようとしているかっていうのがあのよくわかりました でえっ、ー、とその ATV なんですけれども、えー、京都府あの企画違う京都府の地域すいません京都府のえっ、ー、と地域政策室 はい地域政策室の方から、えー、紹介動画を頂い,いているんですけれども、えー、とその前にご覧いただく前に、えー、その、えー、ATV についての紹介のフレーズを紹介したいと思います。えー、と京都府では山岳・高連携によりオープンイノベーションに取り組む山岳創造リーディングゾーンの形成に取り組んでいます。 その一つとして、えー、と来る10月31日京都の文化芸術の力を生かしアートとテクノロジーをキーワードに国内外の人々が集い異業種、異分野の企業や大学などが連携してアイディア創出や人材育成に取り組む拠点アートテクノロジービレッジ京都が京都府大山崎町にオープンしますということで。えー 大変楽しみですで今日はあのオープニングイベントとしての位置づけもございます。で、えー、と大野木先生がお話しいただいた、えー、これまでの経緯ですとか思いを、あのー、頭に描きながら、えー、現在、えー、オ,ープニーオープンを迎えようとしていますヴィレッジの様子を動画でご覧ください。<music> ありがとうございました。あの、そこれで、えー、皆さん、アートアンドテクノロジービレッジの様子を頭に、あの、インプットしていただいたと思います。えー、それでは、あの、今日は、あの、この。えー アートとテクノロジーの融合ということで非常に豊富なノウハウを持ちます英国のロイヤル・カレッジ・オブ・アーツのインキュベーション部門でございますイノベーション RCA の皆さんをお招きしております。でイノベーション RCA と K ギャッププラスというのは連携をしております。どういった連携をしているのかというところも踏まえながらイノベーション RCA をここにお招きしたっていうところを ATR の鈴木から語っていただきたいと思います。 ので、えー、壇上にお願いいたしますはい、えー、ATR 代表取締役専務、えー、鈴木博之より、えー、ご紹介いたしますはいえー、と ATR の鈴木と申しますあ今日ご参加ありがとうございます、えー、10分ほどいただきまして、えー、まあ KGAP とですね RCA イノベーション RCA がどのようなこうコラボを作ってきたかというのをご紹介してですね今日のまあセッションの 背景的なとところを理解してていいただければと思っています。でそもそもですね私あのアートっていうのは個人的に昔から好きでして、まあ、美術とか音楽とかも含めて聞くだけですけれどもずっとあの国内国外も含めて必ず行くようにしてきました。 でアートテクノロジーということに、まあ、あらわに興味を持ち始めたのがちょっとこの話を準備する前に見てみると大体6年とかですねそのぐらい前なんですね、まあ、いろんな本を頼み始めてすます <laughs> いつものパターンで頭から入るんですけどもでなぜで問題意識何があったかと言いますと、まあ、大きく2つあるかなと思ってます1つは、えー、いろんな先後でご紹介する連携をですね世界的に今作ろうとしています。でその時にですね、まあ、もちろん コミュニケーションを取るのは言葉なんですけどももう少しその文化とかいろんなそのボーダーを超えたですね共通的なコミュニケーションツールっていうのはないのかなとまあそれは一つアートだなと思ったのがありますまあアートっていうのはあの日本のアートも世界に通用してますし世界のアートっていうのはも,もちろん日本でも通用してるわけですねですからアート的な考え方っていうのはえまあ,ある意味での一つのボーダーを超えるえコミュニケーションツールになるのかな でもう一つはですね、まあ、私はあの大学は理学部の人間なんで非常に理屈の多い人間なんですが、まあ、その一方でなかなか物事が色をどんどん複雑化している中で理屈だけでは考えられないものが多くなってきているとでその時にやはり自分なりの軸というか考え方をしっかり持つということをまあアート的な考え方の中でですね自分のまあ尺度軸というのを持っていくということでまあ、アーアンドテクノロジーというのが使えるんじゃないかと。 いうことをあの頭に思い浮かべたことをあの考えております。思い出しております。でちょうどその時にですね、あのイノベーションアルシアの今日来られてるアルバートさんからなんか一緒にやらないかって話をいただいたんですね。それが多分2020年の10月とか11月だったと思ってますけども。 であの我々でもこれはもうこんな有名なところからお話をいただいたの大変ありがたいなということで最初のミーティングを持ったのが2020年の11月20日ですね3年ぐらい前とでその後半年を経ましていろいろお互いにディスカッションを重ねてジョイントセミナーを5月に行っています、まあ、ここでは何をしたかと言いますと、えー、今回残念ながら来られなかったんですけどナディアさんが イノベーション RCA の活動、エコシステムについて紹介いただいて、多分スタートアップ3社だと思いますけれども、ピッチをしてもらって、そして私やわれわれの活動を紹介して、多分我われわれのスタートアップも話したと思うんですが、そこから、あこれはいい連携ができそうだねということで、本格的な連携の、なんですかね、ディスカッションが始まったと。で、最初にですね、われわれのバッチ6ですね、ここにスタートアップ2社を。 受け入れていますそれから逆にアウトバウンドですね、えー、我々のバッチ5のスタートアップを、イノベーション RCA のインベスターレディネスプログラムに、これ、オンラインですけれども、えー、受け入れてもらったという、ですから早い時期にインバウンド、アウトバウンドの関係が構築できてたと、そしてさらには、昨年ですけれども、バッチ8に RCA から4社のスタートアップを受け入れているということになります。 そして11月には MOU をサインしさらに特別プログラム RCA でロンドンでですね4社ですかね連れて行ってですね特別プログラムを1週間受講することができたというような活動でありますでこのわれわれの K−UP の活動のベースとなっているのが先ほども少し触れましたけれどもこのグローバルネットワークです これは大体3ヶ月ごとにアップデートしておりますがちょうど9月の末時点でアップデートしたのがこの数字ですおかげさまで現在950を超えるところそれも国外も370を超えて34カ国ここと、まあ、濃い薄いはありますけれども連携している非常に大きなネットワークへと発展しておりますその中で上に写真付きで書いてあるところがですね一緒に活動しさらに アグリメントを結んだところであります。まあ、具体的には、えー、ここの重機関、8カ国8場所ですねからの重機関でございます。まあその中の一つとしてイノベーションあるしあが位置づけられるとですので、まあ我々からすると非常に重要なあのコアパートナーの一つであるということが言えます。まあその他イスラエル、スペイン、ドイツ、台湾、カナダ。 インドそしてアメリカ等がございますで具体的にはです、ね、先ほど申し上げましたが、昨年の11月22日に、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アーツに、われわれ出向きまして、真ん中に京都府の福川副知事様にも入っていただきまして、3社で MOU を結んだというのが、この時の写真でございます。 えー、NRC 側からはですねプロフェッサーナタン・バーフィールドにサインになってい,き、ま、いただきまして、えーまあ、3者でめでたく MOU を結ぶことができたとただこれはですね、まあ、MOU っていうあの一言で言うと簡単のように見えるんですが、まあ、なかなか RCA 様が <laughs> MOU を結ぶというのは本当にレアなことで <laughs> というふうに聞いておりまして、まあ、我々としてはあの本当に良かったなとで。サインが終わった後 あのアルバートさんとかですね、えー、やったというふうにこう、お互いに声を出したというふうに記憶しております。まあ、大変貴重な MOU です。ですので、これをどう生かして、今後の活動に続けていくかというのが、まあ、重要なわけです。で、えーと、先ほどちょっとご紹介した、あのイノベーション RCA のスタートアップが参加している我々、われわれの経費ププラスでございますが、えー、これはあの年に2回ずつ、えー、夏と冬に、えー、基本的にはオンラインでやっております。 でゴールはですね、日本の企業等とのマッチングでございます。そして、えー、選ばれたスタートアップについては、われわれの連携先の1週間のブートキャンプをに連れていくということで、まあ、インバウンドとアウトバウンドを備えた、まあ、非常に強力なプログラムであるなというふうに思っております。現在までにですね、えー、今日ちょうどバッチ9のデモデーを並行してやっておりますが、140社を15か国から結び、えー おお迎えております最近、どんどんです、ね、競争が激しくなっておりまして、大体今、採択率が10%ぐらいになっております、非常にあの競争が激しくなっております。えー、小さいので、有形のところを拡大しますと、まあ、このようになっておりまして、えー、英国からは合計7社がこの K ギャップに参加しております。えー、そして、このアンフィバイオとフローマーク2社、これがバッチ6。 それから今日来ております、パメラさん来ておりますが、オービタルブルーム、それからブルーノーズ等々ですね、4社がバッジ8に参加しているとで、残りのプリファーレはバッジ9に、これはイノベート UK の推薦のもとで参加しているということになります。まあ、ですので、UK のスタートアップの送り先としては、基本的にイノベーション RCA ということになっております。 それからさらにです、ね、アウトバウンドの活動も昨年、えー、昨年度ですね、昨年実施しております、えー、と左側の方にに、KIA、えー、プラスバッチセブンスペシャルプログラム WithRCA、えー、とありますが、まあ、11月に、えー、合計4社を連れてです、ねえー、バッチセブン、それからさらに京都のスタートアップ1社を加えて4社ですけれども、えー、ロンドンで、えー、1週間のブートキャンプを行っております。 まあここであの活動を紹介していただくとともに RCA のキャンパス等も見せていただいてですね非常にあの素晴らしい環境でいろんな活動が進められていることにまあ感服をしたところでございます。RCA もしかしたらあ,のあまり馴染みはないかもしれませんが例えば掃除機のダイソンさんですとかあるいはあの昔のアップルの、H、CD CDO、シーフデザインオフィサーであったジョナサン・アイブさんとか、まあ、そのあたりの方が学長とかを務められているという、まあ、非常に世界的にもです、ね、有名な組織であるといえば、より身近に感じていただけるんじゃないかなというふうに思っております。で、われわれはです、ね、この k 営ギャップというものを、京都さんが進めておられます、京都の産業創造リーディングゾーン構想と。 まあこの中にグローバルなスタートアップをどう,こう入れていくかというときのです、ねまあ、ゲートウェイとしてなんとかお役に立てないかということを今進めております。あの実際、ゼロエミッションにはスペインのスタートアップ2社を紹介しておりますしそれからフードテック、まあ今日もフードテックエキスポやっておりますが、まあ、そこにもあの我々のえお力,力がですね少しお役に立てないかというふうに思っておりますし、まあ、何よりも イノベーション RCA につきましては、このアートテクノロジー・ビレッジの中に、スタートアップ等をしっかり入れて、ですねよりこの活動が国際的にも価値があるような活動にしていきたいということを考えているわけであります。はいということで,で、すねあの大体3年ぐらい前から、イノベーション RCA との連携というものが始まりまして、3年間たって、ここまで 持ってままいりましたぜひこの後ですね、アートテクノロジービレッジという非常に格好の場所を京都府さんが準備していただけましたので、いかに具体的なものにしていくかということをぜひイノベーション RCA の皆さんと考えて、それから今日皆さんの参加している方々のいろんなご意見も伺いながら進めていければなというふうに思っております。はいいいどうううもあありりががととごござざままししたた えー、イノベーション RCA との連携がこのような形で、えー、京都府のあのリーディングゾーン構想に、えー、参画できるっていうことであの私もこの K ギャッププラスに関わるものの一員として大変うれしく思います、えー。では続きましていよいよあのイノベーション RCA のあの、まあ、もっと詳細な内容を、えー ご自身たたたちで発表していっていいいいっだきたいと思いますえー、今日は、えー、とイノベーション RCA の、えー、事業家部門長、えー、英語で言いますとヘッドオブコマーシャルデイシでいらっしゃいます、えー、とアルバートさんに来てもらってます。えっ、ー、と今ちょっとコンピューターの接続を行っております。はい、えー はい、今日はですねあの、事前にプレゼンのファイルを、えー、と提出することなくあの、ま を使っている人が多いんですね。やっぱりアーターのテクノロジーの大学だったりですがさっきジョナサンアイブさんの話もありましたけれども、ということでみんなあのえー、とっとここから続くプレゼンテーションは、えー、都度都度えっ、ー、とこうやってパソコンをあの接続していきますので、ちょっとお時間をいただきながらになります。えっ、ー、と用意ができたようですね。はい、では改めましてえのイノベーション RCA の事業化部門長でいらっしゃいますドクターアルバートデマルジュに。 イノベーション RCA の紹介をしていきたいと思います。お願いします。Please. Thank you very much. k o n i c、um, First of all, a big thank you、uh, to ATR, to Dr. Suzuki for inviting us here to Kyoto Prefecture as well.、Um, I'm going to talk to you about、uh, Innovation RCA, the Incubation Unit at the Royal College of Art.、Um, We are part of a, a bigger college, the Royal College of Art itself, that was founded in 1837. Um, we have about 2,000 students, postgraduate students. Uh, they're housed in three London campuses. The traditional one is the Kensington campus, um, but we have newer ones in Battersea and one that we opened just last year uh, in Battersea South. Very briefly, the school is organized in, in four schools. Uh, we have the School of, of Architecture, as the name indicates, it's about architecture, city design, uh, interior design as well. The School of Arts and Humanities, uh, where we do curation, uh, painting, photography, sculpture, writing the school of communication it's about animation uh, communication itself digital direction and finally the school of design where uh, we do product design we do innovation design engineering which is a joint course with imperial college of science and technology we do fashion and textiles and healthcare design uh, and also service design all of these are postgraduate schools okay this is what it looks like in terms of activity, in terms of student output and student activity. What you can see here on the screen is, is an illustration that is typical of the college. It's a mix of activity. You have uh, fine arts, you have intelligent mobility, you have textiles, you have urban planning, you have engineering, uh, you have service design, and uh, to some extent, software as well. This is a video that explains. Will hopefully give you a bit of a feel of, of the college itself, the span, the breadth, the excitement of of what happens uh, at the college. And I hope you, some of you, will be able to recognise some uh, rather famous faces in the video. I hope. No, oh, it's not playing. <laughs> I see the world through a different lens. Imagine worlds we haven't dreamt of visiting yet. I am the idea you haven't yet had, the image that will never leave you. I am the architect of many generations to come. And I am always learning. I do not simply challenge expectation, I defeat it. Defy it. Redefine it. I walk the same halls that so many have walked before me. A giant, standing on the shoulders of giants, continually improving the way in which we live our lives. I experiment with both form and formula. Object and objectivity. In the eye of the perfect storm, where art meets science, I want to invoke thought, passion and emotion through creation. Craft the icon that will stop the world in its tracks and make it listen. I paint with algorithm, design with code. With gravity. I want to live seamlessly on Mars. Don fashion fused with technology. The cultural shift you didn't know you were waiting for. I want to live in the most sustainable cities on Earth. I want to reinvent the wheel. I want to breathe the purest air. Enable the most effective. Leaders of our times. I fix what is not yet perceived to be broken. I question what many would accept. Make statements that have never been considered. Am I an artist, designer, an inventor? I am raw talent, a vision and a force for change. I stand poised and undeterred. And I am always learning. I am inspired. I am the future. I am Generation RCA. I hope you enjoyed that video. It was produced by Ridley Scott, who is. Um an alumni of the college. Everyone in that video is either a student or an alumni of the college. Another activity that the RCA does uh, increasingly, actually, and we've put a lot of emphasis on that, is, is research. Uh, and we have five research centers uh, within the college. Uh, we have a, a center that's opened very recently on computer science, where we do uh, computer science, uh, AI, and, and simulation. We've had a long standing materials science research center where we look at uh, materials that address real world challenges. We have a robotics laboratory uh, in the new building where the work really focuses on robotics inspired by nature and by art. What you see here on the picture, for example, on the left is the installation. We have a, a tank where we can test underwater uh, systems. We have also a flying arena, which you can see there. Um, on the uh, I don't know if the mouse works here. Does the mouse work? Can you see the mouse? Yes, you can see that That. Sorry, let's go back. That one there, for example, is a robot that uh, is an automatic repair arm for wind turbines that, we, that the college has developed and is commercializing. Uh, that's an underwater robot for crops, and that's a soft robotic system. We have an intelligent mobility and design center that's been running for many, many years. Uh, it's done very important work with all the leading uh, car manufacturers, automotive manufacturers, and it's also very interested in uh, mobility uh, people, uh, both in, in urban contexts and in rural contexts. Finally, we have a Henlin Hemlin uh, design center, uh, center for design actually, uh, and that's about inclusive design uh, and healthy. Aging. All of those research activities are independent, but we work very closely with uh, leading industry organizations. Um, and in fact, recently also the RCA was selected as the United Nations Ocean Decade Implementation Partner. Uh, so we're working there very closely with the UNESCO uh, Intergovernmental Oceanographic Commission, uh, where we address 10, some of their challenges uh, for collective impact. That came out in part through the work that the RCA initiated called NEMO, a uh, new economic model for the oceans that came out of the research from the School of Design. So I'm going to turn now to Innovation RCA itself, focus a little bit on that. So we are the Center for Entrepreneurship and Commercialization uh, of the college. Uh, so what we do is we turn multidisciplinary, uh, user centered RCA innovation into successful businesses. Uh, these ideas these innovations can come from students they can come from staff they can come from alumni and we are currently incubating 30 startups uh three of which have, have come with me here today and you'll be hearing from them later uh we also have 12 creative brands so these are brands that are more uh, on looking at jewelry at fashion at accessories uh more on the creative side Innovation RCA is sector agnostic. We work across sectors and very proud to do so. We have startups that are in agri-tech, in deep tech, health tech, fintech, and so on. The other activity that we do is we oversee the intellectual property portfolio of the college, uh, and in particular, we're commercialising the growing RCA uh, research. We rely very much on our networks. We have a unique networks. We're very very fortunate. Uh, as Dr. Suzuki mentioned earlier, uh, Johnny Ive, uh, who is the designer behind the, the iPhone, among other things, at Apple, is our chancellor. He's also an alumni of the college. Uh, and Sir James Dyson was very, very active in the early years of uh, Innovation RCA. He was on our advisory board, very, very active role uh, until recently. We operate. Uh, internally and externally. So, internally, we run a number of programs for uh, students, staff, uh, and alumni. We start by helping them protect their intellectual property when it's appropriate. Uh, we have our major program, which is the incubation program, where we uh, take projects, uh, turn them into seed startups, and, and so on. We also run a, a much shorter creative brand accelerator for creative brands. We have a very strong network of Angel Club uh, investors, and we also have a, a group of scale ups. So these are companies that we uh, incubated many years ago that have grown uh, in size and, and, and have moved on. We also run external programs. So these are programs that we run for startups, for corporations, uh, for international organizations. And I'll say a little bit more about that later. The, way we go about it is that we are very fortunate to have very good projects coming out of our academic programs so these are ideas they emerge from the projects that are run through the various courses the so postgraduate courses we are insistent on mixing creatives with technologists and with engineers so by creatives i mean artists people who have uh, creative skills uh, very broadly the other aspect that's very important is that we're open at that stage to all ideas, so we don't discard ideas uh, early on. What then happens naturally is a fusion. It's a fusion of ideas where the projects get tested and triaged, they consolidate, and also a fusion of teams where various team members come together and they merge their skill sets and visions. Depending on the nature of the projects, we either Incubate them if they're technology heavy, and that can take several years. They could take typically three years with us at the incubator. So things go quite slowly. Or we accelerate them if they are creative brands, uh, and that's because the execution is important. They are brands that rely very much on branding uh, and, and on their presence. This is a list of, of very briefly of external clients. You can see really just to illustrate the range of companies we work with externally. So we have many startups across the world uh, we've worked with in Korea, in Kuwait, uh, across very different regions of the world. Same for corporations and same for in educational institutions. Okay. We've also run uh, very short, what we call hackathons, which are uh, events where we, we Try and shape new ideas around challenges, in particular in the healthcare sector uh, for hospitals in London. In terms of our startups, I'm going to take you through uh, a few examples just to give you a flavor of what we do. Um, the first slide really is an illustration of the range. What I want you to see from there is the range of projects that, that we cover in the incubator. Uh, it's very varied. Uh, you've got devices to capture methane from, from cattle. Devices to capture tire wear from uh, tires. You have uh, new systems to extinguish fires. You have software to design and sketch in three dimensions. Uh, you've got rolls of concrete that are applied very rapidly and simply and cheaply. In terms of statistics, I'm not going to go over the details of that, but this is what they look like. We're very proud of them. We've been operating for nearly 20 years, not quite. Uh, we have a high success rate and a high survival rate of startups. very importantly over 52% of our founders are female uh, over the last five years so that's a, a major achievement we have parity there uh we are very diverse and very keen to do that and we've created our startups have created over 800 UK jobs out of approximately 81 startups um I'll go through the detail of some of them just to give you a flavor. The first one up there is Ananas Anam. So, that's a company that emerged out of PhD research on recycling textiles uh, and recycling uh, waste from pineapple uh, plantations. So, essentially, pineapple leaves that were turned into uh, vegan leather. Okay. Uh, it's a company that uh, had a very interesting process. The challenge there was scaling it. So that it could be used at an industrial scale. They successfully did that. And the company is now valued at around 13 million. It's a very interesting project as well, because in the process of doing that, they created an additional revenue stream for farmers uh, in, in, in developing countries. These leaves otherwise would have been burnt, creating CO two. In this case, it generates it's recycled and it generates a revenue for the farmers. Amphico uh, is a company uh, that I believe participated in the first K-gap uh, exchange that we had yes that's good uh, so they're a material innovation company they're uh, focusing on uh, materials that are environmentally friendly they started off with an artificial gill to enable people to breathe underwater uh, but have now also turned to uh, materials to replace Gore-Tex in a way that's much more sustainable Gravity Sketch is one of our older companies. Uh, they've just completed a $33 million investment. They are um, a software that allows people to sketch in three dimensions. So, replacing, uh, in a sense, uh, what is currently done with CAD, uh, which is rather heavy, this is much more intuitive and much more easy to use. Uh, and it really enables collaboration uh, through AR uh, and VR across teams spread out around the world. Jiva is a, is a company that was formed by, uh, I think he was an architect originally, uh, so did a course that was completely different. And he came up with the idea of a, an electronics motherboard that is made of cereals, of flax. And the idea there is that you can recycle by, by at the end of the life, you tackle electronic waste, but simply by recycling the motherboard, dipping it into hot water, and the cereals decompose, and you can collect the components very easily. So the idea there is to tackle electronic waste, which is a very significantly, uh, what is a source of electronic waste? It's a significant source of waste growing very rapidly in the world. Uh, the Thai Collective, I've mentioned before, they, 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 uh, they collect, they have a device that picks up tire wear. Uh, they've won a number of awards and were one of the Terracotta winners last year in a competition. Zelp is a device that captures methane from cattle. Um, they've recently completed a 10 million Series A investment. And my final slide here are two uh, companies that are more recent. Uh, Episode Studio uses video games to translate relevant social, uh, political, and climate issues for players worldwide. Um, so the players become part of the game uh, and experience the issues for themselves through playing uh, that game, through an active role. Um, they've secured recently an interest from major media players. Finally, Dotplot is a company that is bringing to market a breast health uh, monitoring tool designed to be used at home. Um, it, it offers self guided checks on a month to month basis. So that's one of our health tech uh, startups. They have also have won numerous awards. So that brings me to the, to the end of my presentation. Thank you again for the opportunity to present. 非常にあの印象的なビデオでしたしイノベーション RCA の活動があのよく分かりました。 ではあのアルバートさんありがとうございましたでは続きまして、えー、このイノベーション rca が育成し、えー、育ってきてあの事業化に取り組んでいます、えー、それらのスタートアップの中から3社、えー、今日は来日してくれています1社ずつあのどういった、えー、プロダクトあるいはサービスを作っているのかっていうのを、えー、目で見てえっ、ー、と耳で聞いてあの 皆さんあの感じていただきたいと思います、えー。最初はですね、オービタルブルームです。はい、準備をしてもらいたいと思います。えっ、ー、と、オービタルブルームはですね、あのさっき。えー 紹介の中でもありましたけれども、K ギャッププラスに昨年参加してくれました。でずっとオンラインであのアクティビティを行ってたんですけれども、今日は本当に大きな画面で、えー、見れるということで見れるというのは彼らはですね、えー、と。 電力の電力ですとかエネルギーの削減を目指して消費量の削減を目指してですねどういった今消費量にあるのかあるいはどういったふうに削減ができているのかっていうのを見える化するソフトウェアを開発しています。見えるかという,とこう よくあるのは、まあ、グラフですとか数字であのどんなふうに減っていってるのかあるいは増えていってるのかっていうのが見えるのがよくあるパターンなんですけれども、えー、彼女たちが作ってるのは全然違います。えー、バーーチャルガーデン でお花が育ったりとか、蝶が舞ったりとかっていうので、非常にあの魅力的なソフトを見えてますね。あのこの,あの開発してますので、どういったふうに人々の行動変容を促しているのかっていうのを発表してもらいたいと思います。準備はいいですかね、アメラ。OK。じゃあ,あの、お聞きください。Great.Hello.Thank you.Thank you to the ATR and Kyoto Prefecture for inviting us. Uh, I'm Amir, I'm co founder and creative director of Orbital Bloom, and I'm also an artist. Um, okay, so imagine a world where the sustainability of buildings isn't just data and numbers, but a visual experience that everyone can interact with. Orbital Bloom creates graphics to express and incentivize the sustainability of buildings and places by blending art, technology, and nature. We help people understand and care about the carbon footprint and energy performance of buildings through a digital garden that blooms and thrives as sustainability targets are met. So, we take data from buildings' energy management systems, uh, ITOT or smart meters, and we transform them into interactive graphics, specifically, a digital biome made of flora and fauna that come to life. Uh, when energy savings occur. So we offer a dashboard where users can set targets and also an artistic or creative interface that responds in real time. So why are we doing this? 40% uh, of global carbon emissions come from buildings. Uh, in some cities like London, it's as high as 78%. Uh, energy management systems and das dashboards monitor energy effectively, but they fail to uh, capture the attention of the general public because they're designed for uh, building management and experts data alone fails to capture the attention of users so we are trying to get communities and individuals uh, inspired uh, to make a change so we are a first of a kind public facing uh, graphics interface for building management and energy management systems uh, we aim for individuals and communities to become active participants in the journey to net zero. Uh, we do so combining art, technology, and nature inspired design, uh, which boosts also well being, uh, performance, and uh, uh, builds a connection to the environment indoors. Uh, so, we're powered by creative tech, we're using real time data. Uh, premium graphics, we, have, uh, we want to develop a non player AI character in the game, um, and collaborative challenges. So, we have two products. Our flagship product is a B2B uh, uh, customizable solution for large buildings and businesses. Uh, this is especially beneficial to buildings that prioritize sustainability and the experience of building users. Uh, so, hotels, hospitals, retirement communities, commercial spaces, and so on. Um, and our other product is uh, a B2C that we are co developing a lightweight uh, solution for individual homes that will be compatible with smart meters. So, the market potential uh, direct building operations are responsible for 27% of global carbon emissions. And uh, the current global smart market building is 80 billion, expected to triple by 2030. And uh, we want to see orbital Bloom installed in as many smart buildings as possible uh, to help to reach a net zero target of 45 percent reduction by 2030. Okay And for the uh, personal uh, uh, B2C model, uh, smart meter monitoring is also improving and increasing, but engagement uh, with the system is still lagging. So, we want to also um, use this product to address rising energy costs. Our team is me and my co founder, Shira. Uh, we both met as uh, artists at the Royal College of Art. And we are joined by our tech advisor. We have a lead animator, a graphics engine developer. And uh, lead software engineer. So, our attraction we were finalists in the Terra Carta Design Lab and Mayor Entrepreneurial Awards. Um, we are recipients of an Innovate UK grant that supports the development of our MVP. <clears throat> and uh, we have support from Innovation RCA. We were part of KGAP plus uh, batch eight, I think. Um, and we are part of Alia Impact. And we showcased our artwork. At the Coronation Concert, uh, where it was projected on Windsor Castle. And we will have the first public uh, screening of our work in uh, Dubai Design Week in early November. So, our project milestones we're still, uh, our MVP will be ready by January. Uh, and we're aiming for a B2B launch in uh, June 2024, followed by B2C a few months later. Our pricing reflects our business model, which combines uh, uh, customizable uh, uh, hardware and software, SaaS, B2B SaaS, and uh, pricing for the B2C uh, per user. So, the competition um, energy dashboards have very limited uh, engagement broadly across audiences and small, smart meter displays are still falling short in meaningful every day to engagement. so we are trying to address this and develop a, a very new graphic uh, platform. Um, I think that's, so for the art and technology village, we're envisioning a beautiful artwork that expresses the building's sustainability journey. Um, uh, from building users' engagement, but also the installation of solar panels, and our digital biomes take inspiration from local ecologies so for the uh, to express the beauty of Kyoto, you know we could use wisteria, cherry blossoms um, lotuses. so we are currently developing a demo for um, ICD Brookfield in Dubai. Uh, which is the largest uh, sustainable and LED certified building in the Middle East. And so we're using flora and fauna from the uh, UAE ecosystem. Uh, so it has an OASIS theme. So I will be showing you just a tiny bit of our demo. Just be patient because I have to switch it. Mm. There's no audio. It's okay it can run without audio, I guess. Mm. It's it's okay if it runs without audio if they're doing the translation. It's okay. Anyway, the audio is just music, so you can imagine whatever soundtrack. Uh, but if there would be translation for the the text, that's fine. All of these are growing uh, according to data parameters that we've set. So, um, the the, the back end is already developed. So, you we're now speeding up, you know, several weeks of growth. Um, but this will give you some sense of the uh, ecosystem that we're developing for them.

はい、では次の、えー、とスタートアップに行きたいと思います。えー、と次はジェネラーですリリーですすリリね、はいえー、とまた演題の方で準備をしてもらいますけれども、えー、と先ほどのオービタルブルームはですね K ギャッププラスに参加していたので私もどういったものをサービス化あの事業化しているかというのはよく頭に入っているんですけれども、えー、とここからジェネラーとあと最後の,あのスタートアップについては プラスに参加していなかった初めて出会うスタートアップなので実はあまりまだよく分かってない皆さんと一緒の状態です。で手元にある情報としてはですね、えー、とジェネラはあのゲーム化されたデジタルファッションデザインスタジオ。 のソフトウェアを作ってていいるととうことでおもうあの出てます、ね、で、えー、とプレイヤーはプラットフォーム内あるいはメタバースの中で、えー、と服洋服を超個性化しめっちゃ個性化し着用したりシェアしたり取引することができますということでもうどういったものなんでしょうね話を聞いてみたいと思いますじゃあリリーお願いします。 Good afternoon everybody. Thank you so much for the opportunity to be here. I'm really excited to introduce you to Genera. I'm Lily Eva Barta, I'm the founder and CEO and uh, as it's been introduced, we are a digital outfit customization platform for non-technical users. We want everyone in the world to be able to create virtual outfits that they can wear in games and in augmented reality. Allow me to talk a little bit about my background. It had a really essential role in how the journey of Genera started. Um, I have a combined background in science and design, um, and after I completed all my studies, um, I became a fashion designer. I'm not sure if you're aware, but fashion is the second most pollutive industry in the world. So I decided to, instead of doing physical outfits, I will find alternatives to physical outfit consumption. So I became a digital expert. And in that career, I have managed to work with a number of different industrial clients, universities, and art studios. I've also engaged with a lot of research and lecture, and it has been a really interesting journey for me. So, I will show some images. These are the physical collections I've been working on. Then, I moved into the virtual space using virtual reality initially, because it's a very easy technology to master in the beginning. Then I started developing more complicated immersive projects and mobile applications and eventually I also entered the blockchain space and I had my first minted artworks on the blockchain but going back to what came out of all this I couldn't help but notice that creating virtual content is really technical but also it's really hard to adopt new technologies so I felt the need to develop a platform that will enable people to enter easier this market this coincides with something really interesting that's happening in the landscape. The new generation is spending a lot of time online and virtual self-expression is really important for them. There's a lot of people who are using avatars for games and virtual worlds and the demand for digital outfits is really really increasing as well as the size of the market. These audiences really would like to have personalized experiences and using immersive technologies help them to be more engaged. In the meantime, fashion brands, lifestyle brands are also really interested in this space and they are already investing a lot of money in virtual outfits. For example, you can see an example of Burberry and in a game, Minecraft, they created digital assets using a studio and then the consumers could go to the game and wear those outfits. But today it's really technical to build virtual outfits or it's very limited if you want to do it in a game. There is a gap on the market, and new platforms are needed. So, here is our solution, Genera. It's a digital outfit customization system with cutting edge technology. We are using mesh and texture customization, which means that you can structurally build the outfits as well as create the fabrics and the graphics on top of them. And we have invented first in the world technology to automate the transport of these outfits to platforms like games and avatar integrations. And mobile applications. With this solution, we would also like to provide an alternative for brands. Instead of going through a studio and ending up with digital outfits in a game without missing out on the engagement that can happen with the user, we created a platform where before the assets, the outfits get to the game, the users can co create with the brands. And that means additional revenue for the brands themselves as well. Here's a little video of our current version. The platform is already live. You can visit our website and you can try it for free. We've designed it in a way that everyone can use it. Not joking, it has been tested. Uh, there are lots of different interesting virtual outfits that you can play with. We are very proud of our Definitive render pipeline. The visual, the graphic quality is really high. We wanted to provide the best experience for our users but the design interactions have been carefully studied using a lot of analysis on currently available 3d software and they're really simple you can see our first-in-the-world technology on how you can dress up your hyperreal avatar and take it to game platforms we have a lot of technical partners who make this happen with us since uh, i mentioned that the product is live we also have traction and we are really really happy because we have a growing number of users more than 100000 designs have been made um, and we have really interesting feedback and a very strong early adopter community. I'm very, very proud to say that they, they are the biggest supporters of this product and we're continuously developing it together with them. We have been through quite a few projects where we have been fostering emerging designers and promoting them by digitizing their collections. For example, the first one was with the Royal College of Arts, Seven Designer. Um, when we do these projects, it enables us to. Provide these designers a new space where they can share their outfits with the world, and the world can co-create these outfits with them. We are very, very lucky that the recent collaboration we had with Milan Fashion Week, we were supporting five emerging BIPOC, diverse and inclusive group of curated uh, emerging designers. They have never worked with the digital space before, and we were the first one to kind of enable them to enter the space. Uh, I wanted to close up with a couple of recent activations to show that while we are a software company, having a physical presence is really important. This is one of our latest activations at the Epic Games headquarter in London at Digital Fashion Week, New York, London, and Paris. And I must admit that when these lovely visitors have tried our installation, they scanned their face, made their avatars, and designed their very first digital outfits, it was a magical moment. And I could tell that. They understood that now they can enter this space too. I'm very dedicated to provide not just support on our technology, but raise awareness around diversity, inclusive in digital, supporting emerging talent, and reducing physical fashion consumption. So I attend a lot of festivals, expos, conferences, and I talk about what we do. It's really inspiring to see the reaction from the audiences. One of the most exciting things I'm really enjoying is our engagement with different academic partners. I research and lecture at quite a few universities, and these partnerships, for example, with the Royal College of Art, enable me to test our software first with students, which is really exciting. Um, I'm an active member, as well as the company, of the blockchain and crypto space. That's another topic for another day, but it has been a really interesting journey to see how the technology will unfold and influence our business we have been nominated to quite a few startup competitions in fact we are presenting in vienna at the augmented world expo next two weeks from now um, and it has been really nice to see the exposure the coverage and the support we've been receiving also from innovation rca uh, obviously i'm not doing this by myself i'm really proud to have an amazing team a mixture of game software development experts digital fashion experts um, user interface designers who have been bu building really, really interesting games at huge companies. And of course, we have really amazing advisors as well. I cannot wait to see this team grow even bigger. Um, and uh, currently, we are in September, oh, October, sorry. And we are about to introduce our first big milestone, which is revenue testing. Um, as well as soon, we are launching our augmented reality mobile app. I forgot to mention that the product itself comes from virtual reality. The first version was in VR, and we would really like to go back to the immersive direction. So, with the AR application, you will be able to wear the outfit that you design immediately on your phone, which is a verse first as well. So thank you for the attention. And again, I would really like you to encourage you to visit our website, uh, try genera for free, and design your first virtual outfit with us. Thank you. Hi. あのテンポよく次行きたいいと思います、えー、と次はペンタフォームですね。えー、サムが準備しますけれども、えー、と今まで2社ソフトウェア中心のスタートアップを紹介しましたがサムはハードウェアですね。えー、っとですねあのこれも私よく分かっておりませんがうんと小型のハードウェアドライブと キーボードでコンピューターを作っていると、でそのコンピューターは非常に手頃な価格ということで、そのモチベーションはあの特にこう東南アジアなんかで中古のコンピューターを輸入するのにこう規制があるそうで、えっ、ー、と手頃なコンピュ価格のコンピューターというのは非常にあの需要があるそうなんですね。でそれをえっ、ー、とソリューションとして、えー、小型の安価な コンピューターを作っているという。情報を持っておりますが。準備できましたかね。あの実際、お話を聞いてみたいと思います。はい、サム、お願いします。Yeah, Hello, everyone. Thank you for having me here. I'm very excited and I'm very honored to be here in Japan. I think I've been a uh, big fan of Japan. Uh, I love it here. Um, people are very nice and it's the best technologies in the world all came from here. Uh, when I was born, uh, I, love, I grew up with Nintendo's, Sony products, Walkmans, and uh, even Maxel tapes. And the best bit about Japan is my childhood you know i had doraemon i had pokemon and gundam toys and it really, it really made me happy okay so my company makes a full computer inside a keyboard and uh, let me introduce myself a little bit so the company itself we're based at innovation rca and um, i previously worked with uh, mark newson um, apple and just other uh, digital product companies Um, I'm from Indonesia. I started off as a product designer and I picked up uh, hardware engineering uh, on the side. I'm from Bandung, uh, a small town in Indonesia, and moved to London and previously worked for uh, Kano as well. So I think the problem is since Apple, this is just an opinion, I don't think other companies really create product categories that redefine everyday computing devices. People kinda of left it and went to wearables and phones and other mobile devices. But I disagree. I think we should go back. So these are this is why in my opinion design is really important when it comes to making products and engineering. Back in nineteen fifty eight, there's a person named Dieter Rams. And he he really revolutionized braun at that time. And that was in Germany. Moving to the UK, there's, a, there's someone called Clive Sinclair. He made the cheapest computer. He democratized computers at that time and made the, won the first calculator in 1982. Then I guess what we're more aware is Steve Jobs making the iPod in 2001, starting off from a, just a wooden Apple I computer. So, what we're trying to do is the same. We have the same energy and the same passion, and hopefully, we can bring hardware back into the industry. So essentially what we're trying to do is make a full desktop powered computer inside a keyboard. Why? Because portability means you can have all the power at any time you want. But you might be thinking, where's the screen? Oh, 95% of all households already have form of monitor. You also have monitor at work. So why do you need to carry around your monitor all the time? It's also very bad for the environment and is expensive to produce. And it's fragile as well. So, here's a little video uh, on my launch on the Kickstarter about the product. Hey, Kickstarter. And a special thank you to everyone who's been following us. Finally, we've got our production models here, and it's great. It's fully working and intact. Uh, for those who are new to us, my name is Simon Wangshaputra, and at PentForum, we make a full size desktop computer compressed into a keyboard, or this little bit here, actually. Anyways, welcome and enjoy the rest of the video. We will make computing accessible, bringing the wealth of human knowledge and innovation to everyone's fingertips. In the pursuit of this, we have reimagined what a computer can be. Our research shows that the majority of households already have access to a screen. In an unprecedented design shift, we have removed it, reducing the product footprint by 75%, liberating the user to make full use of their existing screens. The Abacus comes in two great finishes. One in clear, like those retro Game Boys made out of polycarbonate, and the other one comes in a really nice recycled ABS. The Abacus is ready out of the box. It's super easy to turn on. All you need is an HDMI, and you just plug it in around there, and a USB C. See the blue light turning on? It should be loading. Let me show you how familiar it is. It's got Wi Fi, Bluetooth, an Intel quad core chipset, and yet it only takes three watts of energy. It's super efficient. In fact, we're running it on a power bank. As you can see, the Abacus is very capable. For those who need cloud computing, it runs great VMs like Shadow. It pairs perfectly with your MIDI controllers. For you gamers, this works with Xbox Live. It's also super, super durable these polycarbonates and abs plastics are robust our revolutionary form factor has set a new benchmark for environmental tech i do make all of my presentations on the abacus the traditional kind of excel word and powerpoint i actually do have a monitor at home that i don't use now i take this uh, portable windows pc to the workshop and just plug it in directly over there scan loading page address and search bar dot, dot go privacy simplify search the web without being tracked and loading complete scan off loading page and forward me dot, dot scan loading complete i think it's definitely it, it, it does what it, what it says on the tin right inside of the abacus is an x86 chip that allows you to run any os you want it to combined with all the ports you ever need and if you take it off a full GPIO port. We've also made sure that the design is intuitive for home use. Using our own Infinite Connect technology, the keyboard works fully wirelessly without the need for Bluetooth or Wi Fi. This means that your keyboard is paired right out of the box. For a small price, this is a fully fledged computer for home, educational, and professional uses. Technology has revolutionized our world and transformed our daily lives. Despite this, the benefits hasn't touched everyone equally. I saw firsthand the importance of creating eco-conscious and accessible computers. We caught up with trash heroes who showed us the problem of plastic waste for the local people. We also met with young people who spoke of the problems they face and the opportunity that digital freedom offers them. That's why we at Pentaform are on a mission to close the global digital divide. We have big dreams here at PentForm in shaping the way we interact with the world. For the past few years, we really worked hard on making the product great. We're not like the majority of other Kickstarters. Our product is actually ready. So, a special thank you to all the external engineers, investors, and of course, the Royal College of Arts for supporting us since day one. Thank you thank you to myself presenting on the video. anyways, as you can see, the rca has shaped me in just two years. a lot of the things that albert has presented has been seen on the incubators. i would like to run a company that is good to the environment and good to the people, something that is affordable, something that democratizes computing to anyone in the world. next slide. and by doing that, Sometimes by being honest and going for what people need, we can fundraise pretty well. We did a Kickstarter. A lot of people say Kickstarter is out of fashion. Making good products for the people and giving what they deserve will create good traction. As you can see, we're the best Kickstarter launch of, 20, of last year. We got 401,000 in just 30 days with a ROAS of 7.8 times. And that was the best of all time in England. And does it stop there. We got a lot of natural traction. We never pay for media. If it's interesting, they will come by themselves. Hype Tom's Guide, Yanko Design, TechCrunch, and many others on the internet. We got invited to CS every year, Viva Tech Technology and Hardware Pioneers Max in London. We met uh, the CEO of Dostalt Systems. I believe they're outside uh, with Manish Kumar, uh, Manish Kumar, but I don't think he's here today. We met a celebrity designer, Ross Lovegrove. Uh, we met Rishi Sunak because of the RCA, and that was uh, very interesting. And of course, uh, someone who has supported me back when I was in university doing my master's is Sir Johnny Ives himself, the ex-CEO, uh, or chief design officer of Apple. And there's going to be a documentary on us uh, on CBS News. Um, uh, maybe it's going to be released in three months. Sorry, I'm not fully sure. <laughs> but we didn't stop there. We use recycled ABS plastics, but other companies are going on that direction as well. Now we want to make our product fully solid degradable. Again, giving something that people do deserve, that the environment deserves as well. Recycling is not just enough. We want to make it fully biodegradable and not biodegradable in a plant that the government has to put more money. This product will degrade in sewage systems, and I'll show you why. When you dip it in the water for six hours, this is what you get the structure starts breaking apart, and it leaves nothing but a gel like material and the components itself. The components, you can sell it, you can reuse it but all the plastic parts has gone down the drain. And we won a grant with uh, the UK Smart Grant for 600,000 US dollars. So in just a year, we, we kind of had an income of 1 million US dollars by just giving what people deserve. And same as the outer shell of the uh, translucent abacus products, the full product will degrade in water. But we can't show the video yet until we're, we fully launch it. <laughs> And bringing design back because at the start we didn't have much money. We only had hundred thousand thanks to the RCA from day one. And we could make that all of that and gain a million after a year. Now we're making a proper design. And that should be a, Just a little teaser of the product. Okay. Thank you very much, everyone. Yeah. <laughs> Thank you for your time. Thank you very much. very much. <laughs> <laughs> 事例を見つ見たところであのパネルディスカッションに移りたいと思いますのでパネルトの皆さんは、えー、お着席したいただきたいと思います。はい、えー、と今日は、えー、パネルディスカッションということであのこれからあのアートテクノロジーの融合、えー、っとあとアートテクノロジービレッジ京都についてあのディスカッションしていきますけれどもパネルリストとしましてあのお座りいただきます。えーっと Albert have uh, Here. Okay. Uh, もちろん、えー、とイノベーション RCA の、えー、アルバートさんとあと京都府、えー、山下副知事山下副知事はアートビレッジビレッジの村長でございます <laughs> はいえー、とあとあの京都芸術大学教授の大冨先生がパネリストあとモデレーターとしまして t r の鈴木が務めます、えー、と30分あのパネルディスカッションを行いますので皆さんお付き合いください はいえー、とまた改めまして、ですこんにちは、えー、とちょっと皆さん、非常に暑くて、時間があまりなくなってしまいましたので、あの手短にいろいろできればと思います。三、えーまあ、者、若いエネルギーを皆さん感じていただいたと思ってるんですけど、山下副知事、どんなご感想をお持ちでしょうか、短めにぜひ、よろしくお願いいたしますあのしゃべりだしては止まらないまずあの まあ一社ずつちょっとご、まあ、本当に簡単に感想をして申し上げたいと思いますけれどもあのエネルギーあるいは環境負荷の見える化っていうのは非常に大事なことで、えー、東日本大震災が起こった時に京都で、まあ、このこの学研都市でスマートグリッドの実験をしてまして当時今あのようなきれいな絵画、えー、はなかったわけですけれどもそれでもですね見える化だけで 10ぐらいエネルギーが縮減されてました。でああいうふうに絵になってきれいなアート作品になっていくともっとみんな参加意欲が高まってですね、えーまあ、ポテンシャルがあるいはモチベーションが上がるというふうに思いますんで、まあ、我々が思っていたアートンテクノロジーのまあ一つ上を行くようなお話を聞かせていただいて。 大変嬉しかったです。それから2番目の,あのメタバース、えー、っとアバター &3D モデルって、まあ、これはですね今我々が本当にやりたいことの一つで、えー、昨日夜はですねそのテキスタイル自体のシミュレーションを、まあ、いろんな形でもっとやりたいと。あのテキスタイルには、 まあ、テクスチャーって非常に微妙な人間がものすごく感じとるところのテクスチャーがあるわけですけどそのテクスチャーのところまで行くようなシミュレーターとかものづくりをやりたいというのを昨日夜セッションやってまして展示会もやってたところで、まあ、まさしく我々のやりたい今、まあ、やりたいことを示していただいたというふうに思います。それから 3つ目のコンピューターの話は何回か聞いてきたテーマとしては何回か聞いてきたテーマなんですけども思い切って簡略化されることによって使い勝手が上がるという発想に立たれてですねやられてるのは非常にいいというふうに思います。あの我々の日本人が持ってる文化に、えー、と付加価値を高めるのに引き算でやろうという発想があるんですね。 いらないものをどんどん抜いていって、まあ、本質的に必要なものだけで勝負をして、そのクオリティを上げることによって、付加価値を取ろうというようなことを考えているわけですけれども、そういう我々の日本人特有か、アジアの人が特有なのかわかりませんけど、その辺のところにフィットしたお話だったので、非常に参考になったというふうに思いい、ます。はい、ありがとうございます。 小野木先生どううでしょうちょっと京都にこういうのがアータンテクノロジービレッジができてよかったなというふうにおっしゃってるんですがまあその辺りもちょっと含めて3つの発表についてコメントいただけます、はい、あのちょっと私あの早すぎてあの本質的なところなかなかつかめなかったんですけども。 あのまあ個々のことよりもとりあえずこういう組織がですねあの何で大学関係のところでここまでのことができるのかというのを自分なりにこうどうしたらそこまで例えば我が大学がいけんのかななんていうことを絶えずこうあのイメージをつかみながらあ,あここやったらこういうふうにしていくのかとかいうなんかそういう感じで捉えたんですが。 あのも,う一つもう一つちょっと印象的に私思ったんだけどあの若い人っていうのはあの非常に思いが先にあってでその思いを遂げるためのテクノロジーっていう感じがするんです。つまりもともとアートがあってそれにですねテクノロジーが補助,補助してるというような。 結構そういうイメージを今の発表、三社の中から私が受け止めたんですよね。あ、元々ベースはやっぱり思いとアートということか、というまあ、そんな感じがしましてで。まあこれからのあの atv がですね。あの進める上でも結構思いの方が強い方が絶対京都らしいなという気がしました。はい、ありがとうございます。 じゃあ,あの次は、ですねせっかくあのロンドンからはるばる来ていただいたのでアルバートさんに聞いてみたいと思ってるんですが実は我々、ですね昨日アルバートさんとスタートアップ3社とアーンテクノロジービレッジ京都の現地を訪れましてあの京都府の吉田さんをはじめ皆さんにですねしっかりと説明とご案内をいただいています。でで先先ほど小野木先生も言っっったたよよううににすねおしゃ まあ、あのイノベーション RCA あるいは RCA というのはもうアートテクノロジービレッジというかアートテクノロジービルディングというかそういうのがもうすでにある意味できているというふうにも言えると思うんですが、まあ、そういったところも踏まえて本日いろんな説明それから昨日いろんな現地を見てどのような感想を持たれましたでしょうか Thank you. Thank you.、Yes. Um it was a very interesting visit. Um, i think what we've seen there is very encouraging, so the first steps of, 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 a, of a future art and technology village. we felt that the um, location is fine. Uh, what's really important there is, is, first of all, an infrastructure that is easy for young companies to use. Um, and clearly that's the first steps towards that have been taken. Um, What's also important is to have an environment that is very favorable for the growth of the startups. And that means uh, not only infrastructure, it means networks, it means uh, opportunities for the various companies to quite, quite randomly and haphazardly communicate, exchange ideas, uh, and, and grow, uh, share innovation. Um, it also means access to networks, and that means networks of, uh, that support their growth. And that could be mentoring, but it's also uh, technical and it's also uh, financial. Um, uh, there are very way, various ways of doing that uh, through, through the presence of, of corporations around them, through the presence of, of, of incubators such as ourselves or yourselves at ATR. Uh, obviously, that's that's, uh, and finally, I think the the big uh, uh, something that is important for the growth of those initiatives is uh, the opportunity to grow. So these companies, young companies, have to be able to recruit, have to be able to grow and sell uh, their product or their service or their vision uh, to the wider market. And it's access to those opportunities that's important. Um. <laughs> まあ、あのもちろんロイヤル・カレッジ・オブ・アーツというのはもうその大学教育というかです、ね、それだけでもうせ世界に確固たる地位を持っているわけなんですけどなぜさらにこうイノベーション RCA という、まあ、ある意味コマーシャライゼーションの機関なんでしょうかそれは何が一番この RCA の組織として期待をされて作られた組織なんでしょうか。 Thank you for the for the question. Yes, um, so we've been going for nearly twenty years. Um, there are probably four answers to that question. Um, the first one is a continuation of the mission of education. We we continue to support our students, and we want to support our student staff and alumni actually, and and make sure that they uh, achieve success beyond the college, and that is good for them and good for the college. Another, ans another aspect is that we want the innovation, the ideas they come up with, to have an impact and have an impact for society at large. Um, the, obviously, the success of, of those companies also is beneficial to the college, not only financially, but also in terms of reputation. Uh, so there's that, that's very much a big, uh, a big argument. And uh, beyond that, and I think you illustrated that in the slides. What, what we really see are these young companies creating new industries, and they create uh, new jobs, new types of activities, new know how, uh, beyond, well beyond the college. So these are really the reasons that, that motivated Innovation RCA at the beginning, and continue to do so today um, through various different initiatives that we're launching. まあ、まさにあの今説明されたことっていうのは京都府さんが行っている産業創造リーディングゾーン構想とも非常にマッチする考え方だと思うんですが、まあ、あの山下副知事にお伺いしたいんですが、まあ、このアートテクノロジービレッジというのを、まあ、そもそもその産業創造リーディングゾーン構想というある意味産業を起こす会社を起こすとい,うというところに含めて行おうと思った。まあ、必ずしも すぐ密接な関係があるかどうかっていうのはいろんな考えもあるかと思うんですがその辺りのお考えというかいきさつも含めてお聞かせ願いますでしょうか。あのまあ私はですね、まあ、京都生まれの京都育ちなんで、まあ、京都で何が起こったかというのを、まあ、ずっとあのウォッチしていまして。で 実は数年年前にです、ね、リンパ400年という事業をしましまた。このリンパというのは、えーまあ、京都で起こってから400年たったということなんですけどもリンパが与えた影響というのはどんなことだったかというと、まあ、まずあの浮世絵にものすごく影響を与えるわけですね江戸時代の。でその浮世絵がヨーロッパに行って印象派に影響を与えるわけです。 それから今あのリンパが一番影響を与えているのは漫画アニメです日本の、えー、ここにものすごく精神的にも、まあ、あの表現的にも、えー、大きな影響を与えたわけですでこのリンパが生まれるのがですね江戸初期ですね1600年代です、えー、徳川家康今テレビドラマやってますけども 徳川家康から本阿弥宗越さんが,、ね、さんが京都の洛北の高峰に土地をもらってですねそこにクリエイターとか商人とかテクの人材が集まって村を作るんですそれを高越村と我々は呼ぶんですねそこからリンパという芸術活動日本の芸術活動のある種の非常に大きな潮流が生まれるわけです。 これはあの京都の産業にものすごく大きな影響を与えるし先ほど申しましたようにアートシーンでいうとえ印象派とかあるいは日本のアニメ漫画あのこれはあのヨーロッパアメリカのアニメ漫画とは必ずテイストが違いますまあそういうのに大きな影響を与えるわけですでそれをまあ現代に再現したいと思ったのがもともとたんですねそれで大野木さんとか行きましたと。 もう一つはですね最近のモダンアートをやっておられるクリエイターの方々が皆さんおっしゃるのがもう経営者あるいは地球環境問題をやっているような学者さんと同じですねダイバーシティを確保しないかんインクルーシブをなんとかしないかん持続的な社会を作らないかん <laughs> それから環境調和持続性、まあ、戦争なんてもってのほかと、まあ、こういうことをみんなおっしゃるわけですね。 これは我々が目指すすべき社会そのものもなんですねつまりアーティストの方っていうのは我々以上に我々が目指すべき社会をまあ先導的にえ導いていっておられる方ではないかと僕は思っています。それでまあアートとテクノロジーの融合ということに行き着いてまあご相談したらやったらいいんじゃないのと後ろを押していただいてここまで来たということです。 で先ほどの3人のスタートアップの方のお話を聞いていてもこの4つのキーワード全部入っているわけですね。でつまりアーティストでもありテクノロジーの具現者でもあるとそういう方が次の時代を作っていくということを、まあ、確信を今日はさらにさせていただきましたけれどもそれがまあ400年ぐらい経つとですねあの時代に RCA さんと京都が組んであったことが世界中にこんなことを起こしましたってなれば、非常に嬉しいと思いますあの京都らしい時間スケールの話が出たかなと思いましたけど、非常に。あの尾木先,先生はもちろん教授であられるんですけど、常務理事というお名詞なんで、大学の経営にも多分携わってるんじゃないかと思うんですが。 あの先ほどこんなことがどうして大学ができるんだかという,ふうなこともおっしゃいましたけど今あの京都芸術大学さんの中ではどんなこのような関連したことはどんなことがされてるんでしょうか活どうですかもともとは芸術を教える大学なんだけどもうアーティストを育てようとかデザイナーを育てようとかいう目標値はやめようと。 でそれよりもそんなものは勝手に人間が育てばやって生きよるむしろもっと多くのですね我々の大学のすべての学生たちが次の時代にちゃんとあったような人材育成をアートを使えば簡単じゃないかというのが基本的な我々の教育方針やと思います。でですからあの我々のところではあの ハウツーを教えるんじゃなくてあくまで社会と自分たちとの関わり自分と社会にどういう役割をするのかということを絶えずですね社会連携の具体的ないろんな社会実装的な活動を通じて一人一人が自分の役割を見つけ出しそしてその方向を出すというのが今の我々の大学の教育方針です。 でそういう面ではあの、まあ、今日の発表の皆さんと同じようにですね思いを持ってもらわないと一人一人が思いを持って立ち位置をしっかりしないとそしてまたもう一つ言えば哲学を持たないと本来の自分の在り方が社会とどう関わるのかというのが見つけられないわけですから、まあ、その辺ではですね逆にアートの存在というのはその見つけやすい方法論として アートを使っているというふうに我々は思ってます。はい、あの本当にその通りだなと思いながらあの聞いておりました。ではあのせっかく今日若い3名も来てもらっているので、えっ、ー、と先ほど言いましたようにスタートアップも昨日あのアターンテクノロジービーチ京都を訪問しています。で、まあいろいろ私も説明しましたし、今日のいろんな話を聞いてあるいは昨日見て。 自分として、アートンテクノロジービレッジ京都にどういう貢献をしていこうか、どんなことをしていこうかと思ったか <laughs>。一人ずつ、あの、あんまり長くならねえ話いただけますか。はい、I. think that this fusion of、uh, art and technology in you know, bringing together engineers with artists with coders very very important and there s not enough opportunities for that really in the world. so.。 Uh, you know also opportunities maybe like running competitions or you know networking opportunities and rewarding uh collaborations maybe that might happen even spontaneously in the space could be uh you know very very rich and i think you know artists often get left out of the innovation uh ecosystem but you know what art offers is a sense of place it offers a human centered approach it offers you know uh, uh, creating things for your for your senses and for the spirit as well, so I think if you could maintain that focus with the startup and with you know the the innovation focus, I think it will be uh, very good, very successful um, and that was brilliant. Uh, what I would like to add to that is the importance of being there, being present just because there is a space it doesn't mean people will go, so incentive. You know, rewards, how can we inspire companies to show up? And I know that hardware companies are more reliant on physical space, but software companies also need a lot of equipment, be it um, hardware or software. So I would really like to encourage the idea of, of creating a technological playground, creating or enabling companies to access tools that they might not even know they need. Because if it's there, they will go and play with it. And then that kind of collaborativeness comes out through our collaborations, projects, workshops. The first time I, uh, I was in virtual reality, it was in one of those creative one-week projects in London. I was still, I didn't even know how to use 3D, and somebody just put a headset on me. And after that, my whole life changed. And it was a fusion of, you know, fashion designers, cutting fabrics, and virtual reality technologists. So I think those, like, serendipity moments that can be game-changers sometimes, and things need to facilitate that. I think the space is wonderful. It's a blank canvas, so you can make anything on it. Yeah. Personally, I love the Shinkansen as well, it's just around the corner, it's a beautiful view. <laughs> but I think, you know, I think we know the importance of collaboration uh, and putting art and design together. The space is no problem, except for one, I just have one critique, and I think I mentioned yesterday. Where do they eat lunch? And they must spend time together. Because um, when I was working at Apple, they only had one restaurant for the whole company, thousands of people. That's the time where they relax, they talk, they collaborate, they become friends from different departments, from finance, design, engineering. They understand each other, they are a team. And that's why Boston was very different. Everyone is too scared to talk, then they don't spend time. And you can see the two states grow very differently. It might sound silly. But I think it does make a difference because we got to know each other from lunch. <laughs> or else we might not know what each other does, right? Yeah, but I think it's very exciting to see the space and also it's near a factory. It's about creating, about exporting, uh, bring the joy into the town of making again. Also, yeah, and thank you for the opportunity to, uh, for us to visit. Okay, thank you. know. <laughs> 3名のスタートアップの、まあ、ボスじゃないですけど、組織の、えーまあ、ディレクターであるアルバーさんにお聞きしたいんですが、まあ、昨日ご覧になって、まあ、我々と共同してでもいいんですけど、イノベーション RCA というのはどうやってあのところをうまく活用して、まあ、貢献というか、新しいことを生み出していけばというような,なんかお話を伺えればと思っているんですが。Thank you. Um Well, first of all, we had uh, we had a very interesting tour this morning of ATR, and, and that, in a sense, is is an indication of what I think we can take where we can take things going forward. Uh, what was very interesting this morning is the range of activities that you cover at ATR, and activities that are cross-disciplined, uh, and we think that is fundamental to to innovation going forward, um, and is very much the case in, in for example in these three startups, but throughout innovation RCA. Um, we've been exchanging startups uh, successfully, very happily, and i think it's been enriching for all. Uh, so that's been very positive. going forward, um, i think there are several ways we could support the young companies that will go into the art and technology village. Uh, one of them, for example, would be potentially to running pilot programs uh, of blending incubation and acceleration uh, support. ちょっと補足しますと、今日午前中ですね、今、あの一緒に ATR のオープンハウスをやっておりまして、えーまあ、30分強くらいですかね、あのいくつかあの見ていただいたんですね。 まあちょうどあの石黒博司、えー、うちの客員所長、石黒博さん、阪大の教授ですけれども、新しいあのヒューマノイドロボットですね、所作という、もうその動き、いわゆる所作、日本語のあれますねそれをまあローマ字書きというか、英語書きにして、新しいこう感情をこう伝えるようなあのロボットというのを展示してまして。 それをパメラさんにもちゃんと体験いただいたんですけど、そのあの皆さん、すごく印象深かったみたいですね、なので、そういった意味で、ATR のやってることも含めて、ですねいろんなコラボレーションができるんじゃないかという話だというふうに聞いています。じゃあももうそろそろろ時間も限られてきてきるんですがあの知事あの31日には えー、オフィシャルオープニングということで、多分村長をされるというふうに聞いておりますが、<laughs> まあ村長としてのき、まあ、今日のイベントも含め、えー、新し若い皆様にあのいろいろインスパイアされたこともあると思いますし、まあ、村長としての心意気と、今後の展望みたいなところをぜひあのお聞かせいただければと思いますあの一つ、コラボレーションはですね、うん あの企業間とか大学とかのコラボレーションではなだけではなくてですねあそこに住住んでおられる住民の子どもたちにも参加してもらいたいしお父さんお母さんにも参加してもらいたいしおばあちゃんおじいちゃんにも参加してもらいたいつまりあの我々が、えーこうま、アートとテクノロジーの融合とかいろいろ、ま、頭では言うんですけども。 それを本当にあの生活の中に取り入れていただいてその各生活されてる方が本当にウェルビーイングであったり美しい生活ができるようなあの美しいただずまいやないですけど美しいあの生活ができるようなものをどう転強するかということに、まあ、一生懸命になる必要があるというふうに思ってます。 あの産業が産業であるだけではなくて産業が我々の生活にどんなふうにいい影響を与えてくれるかとあるいはいい消費者が産業にどんなふうにいい影響を与えてくれるかというようなことの実験もしたいというふうにまず思っていますそれから二つ目はですねあのできるだけ 多くの方のコラボレーションのチャンスを作りたいということで、まあ、スタジオまだ機器入ってないかもわからなんのですけどスタジオを作りますただ、まあ、それだけではなくて、まあ、1年に1回ぐらいは京都に来ていただいて、まあ、いろんな人がコラボレーションするような大きな会議をやりたいというふうに思ってます、まあ、今年 IBS いう、 えとスタートアップの世界大会をやらせていただきました、えーえー、参加者はですねこれのスタートアップだけではなくってエンゼルも含めて、えー、1万200人海外からの参加者2200人でした、えー、この規模は多分東京でやっておられるスタ,スタートアップのイベントとほぼ同じですでただ え、来られた方の感想を聞いてますと、東京と京都のイベントはどちらが良かったかと聞いたら、京都の方が良かったという方が非常に多かったんですね。それは、えっと、スタートアップのイベント会場だけではなくて、他のところでお会いする機会が非常に多かった。スタートアップの方に。ということで、非常に高い評価をいただきました。で、できれば来年以降もですね、 毎年それぐらいのイベントを京都でやらせていただいてでアートとテクノロジーに興味のある方はアートテクノロジービレッジに行っていただきたいなというふうに思っております。当然あのバーチャルでもいいし、えー、リモートでもいいしでも先ほど出ていたように一緒にご飯を食べて一緒にお酒を飲んで一緒にワイワイ言って。 コミュニケーションを作っていくことの重要性も今まで以上に大事にしてですね、ハードワーのテクノロジービレッジが皆さんにも役に立つような、そして生活しておられる方々にとって、良い活動が行われましたというような評価を得るように頑張りたいなというふうに思っています、はい、ありがとうございます。 小野木先生どうでしょう最後に一言これだけは言っておきたいというようなことありましたぜひああのやっぱりこれからの社会の中でっていうか世界の中で京都の役割ってすごく僕はやっぱり大きいという気がしてます例えば国連がですね SDGs を歌い上げて30年にはなんとかそれを達成しようやなんて言って僕んなも僕らには絶対無理だな。し <laughs> しかし 京都はですねもうすでに1,000年を超える年代の中でですよもうすでにそのことのほとんどをですねしくしくと別にそういう意識とか目標を持たずにですねあの都人はちゃんとそういうシ,システムの中で動いてきてるんですよね。まあ、それを見本にしながら世界はやはり京都をこれから非常にやっぱりしっかりとですね見据えてくるだろうというよ予感の中でそこにちいちゃなですね この ATV が輝いてくるということを私はは夢見たいいいとと思ってまますす、はい、ありがとうございますあのそろそろ時間なので、まあ、最後、私、モデレーターなので言わせていただきますと、まあ、今あ、皆さんご案内のいろんな、ね、こうパーソナル化っていうのがこう進展してるんですね、まあ、一緒にやっているフードテックなんかもですね食のパーソナル化っていうのはこう進んでると思うんです。 で、私はこうアートテクノロジーっていうアートってまあさっき言いましたように自分の軸を持ってやるという、まあ、要は好き嫌いなんですよねもう人によるじゃないですか別に人がこれ好きだったらあなた何で好きなんですかって言われたら好きなものはしょうがないだから技術科学技術のこう好,き嫌いか好き嫌いの科学とか好き嫌いの技術っていうのが今後どんどん発展していくんじゃないかなと、まあ、そうすることによってその人間のですね、幸せですとか、まあ、ウェルビーイングというものにこうつながっていけばいいのかなと。 というふうに思っているところでございます。まあぜひですね、31日あのオフィシャルのオープニングが始まりますので、まあ、その後もぜひ見守っていただくと,とともに、ぜひ積極的に参加いただければというふうに思っております。それではあの本日はあのご参加いただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。 ありがとうございました。本当にアートとテクノロジーっていうと、どんどん言いたいことが皆さん出てくるっていう感じですよね。本当に身近なテーマであり、非常に膨らませることのできるテーマと思います。ぜひ、アートテクノロジービレッジをこれからもみんなでコラボレーションして盛り上げていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。このセッションをこれにて終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。